れ。さばく。風かけ殿。この一瞬で五影のみんなを。やべえだろこれ。次はお前だ狐。ボルト。ここか。だけじゃない。なるほどな。さっきまでとは別物ってわけか。いや、別物ってよりただの化け物ってとこだな。抜かせ。化け物はお互い様だ。父ちゃん。父ちゃん！面白くなってきたな。一丁教えてやろうぜサスケ。来い。
助け。問題ない。出たな、キュービーの化け狐め。そいつの力、俺がいただこう。させねえよ。スサノオの力を貸す。やれ。なるほど、そいつはいいや。この下等生物だ。やったのか。いや、まだ終わってねえ。しぶといね。もうさっさと派手な術でやっちまおうよ。適当なこと言わないでくださいよ。またチャクラを吸収されでもしたら台無しだぞ。はいはい。みんな無事だったみてえだな。よし、どうにか間に合ったぞ。片付け。あいつらどうやって。こっそりついてきやがったな。この科学人具の力をちゃんとカメラに収めろよ。はい、我が科学人具でとどめを刺してやる。バカよせ、片付けのおっちゃん、そいつはダメだ。くらえ。やれやれ、やってくれたな、クソったれ。あ、チャクラを吸収したのか。なるほど、それは我らの炭のようなものだ。粗悪ではあるがな。だが感謝するぞ、愚か者ども。しかなれの影縛り。こいつは奈良一族のあれか。動けねえ。なんと。まずいぞ。お前には特に念を入れておく。畜生、ちょっとやべえな、こりゃ。そういうことだ。わかったら死ね。くそ、どうしたら。ボルト、お前の人道は何だ。人道、考えたことなかった。古くせえし、気持ちの問題だと思ってたしな。そうか、確かに古臭いかもしれないが、今回の戦いで、そしてこれから幾度となく訪れる戦いの中で、お前を突き動かすものだ。え、なんかよくわかんねえよ。その時が来たらわかる。お前がやるんだ、ボルト。俺ができると言っている。その言葉を信じろ。俺がやる。ビビってる場合じゃねえ。さすがの俺を信じてくれた師匠を信じるんだ。今だ、ボルト。やるしかねえってばさ。螺旋が、あいついつの間に。いけ。隠れておればよいものを。
なんだ、届かないのか。こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じだ。影締まりが溶けた。父ちゃん、ボルト、お前いつの間に。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。そしてわずか数日でこいつはそれをものにした。得意なライトンを取り入れ、無意識にチャクラの性質を変化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。そんな術を。俺がサスケさん。生意気な野郎だ。自分でもどうやってんだか分かんねえけどな。まあ結果は上々だ。助かったぞボルト。なんだと。そんなことで。大筒木桃式、一見万能に思えるお前だが、見えない術は自分のものにできないようだな。勘違いするなよゴミども。見えないがどうした。これさえあればいくらでも。まだターンを隠し持っていたのか。やろう、次の攻撃で決める気だぜ。ボルト、螺旋丸は。けど俺の力じゃとても。大丈夫だ。父ちゃんのこの重み、ここまでするのに一体どれだけの。負ける気がしねえ。見たぞ、二度目はない。分かっているだろうが、チャンスは一度きりだ。行くぞ。それ式の動きで。貴様、あと任せたぞボルト。こしゃくな。だが残念だったな。そいつはどうかな。貴様か。
我の存在を感じるか、人の子よ。なんだ。なるほど、貴様大続きの力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。ぜえ、我には貴様の運命はよく見えるぞ。心せよ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ、神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。何をわけのわからねえことを。その運命、しかと噛みしめて歩むがいい、人の子よ。あいつ、やりやがった。見事。あれ?私がやったのか?正確には、大筒木を名乗る敵とボルト君が。ああ、そうか。どうして私はこんなことを。俺やったのか。言った通りになったな。忍びの本質は変わらない。時代がどう変わろうともだな。あいつはまるでお前のようだ。そうか。だから言ったろう、うすらトンカチ。ボロボロだな。お前もな。一緒にするな、こっちはまだ自分の足で立ってる。今度の勝負は俺の勝ちだ。へえ、だな。まあ今日までのトータルで引き分けってことにしておいてやるってばよ。俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。